どうもこんばんは、ポンタです。本日はですね、このような USB Type-C 搭載の iPad を持っている方にぜひですねおすすめしたいアイテムのお話をしたいと思います。こちらはですね、サンワサプライから販売されているタブレット用のスタンドなんですけど、なんとこいつスタンド兼ドッキングステーションの役割も果たしてくれるんですよ。はい、というわけで冒頭で全て見せてしまったんですけど、改めて紹介します。こちらですね、サンワサプライから、登場しています。確か型番がですね 400HUB088GMN というタブレット専用のスタンド兼ですね、ドッキングステーションになります。僕はこれまでどうにかですねこの iPad の作業性を上げられないかということで、まあいろんなねアクセサリーとかアイテムをいろいろ見てきたんですけど、今回のアイテムはですねもう一目見てこれやなと思ったんですよ。まあ一目惚れですよ。で、元々はですね僕はこうスタンドとこうハブっていうのが、まあ、それぞれ独立していたものをですねこれまで使ってきたんですけど、まあ、今回は一体化ということで、まあ、他にもね、まあ、同じような商品あるかもしれないんですけど、せっかく買ったんで、しっかりレビューしていきたいと思います。まずですね、基本的な中身からなんですけども、構成はですね至ってシンプルです。付属品はですね本体のスタンドと USB-C、ケーブルが1本これだけになっています。カラバリもですね1種類のみで、このようにですねスペースグレーに、まあ、非常に近いですね色味になっています。まあ、iPad Pro と比較するとほぼ同じ色かなと思いますね。このメカメカ感は非常にいい色出してますよ。本体の重量は 176g、高さが 128mm、横が 90mm ということで、まあ、よくね僕が使っているサテチのスタンドとほとんど同じぐらいのフォルム感で、そこにですねドッキングステーションが備わっているということで考えれば、むしろ、まあ、小ぶりかなとも思いますね。それぞれの端子挿入口について詳しく見ていくと、まずですねスタンド向かって右側から、これがですね iPad とこの本体スタンドを接続する USB-C ポートになります。その横に SD カード、マイクロ SD のスロットルがそれぞれ一発ずつあると。そして反対左側にぐるっとこう回ると USB Type-A が2発、これはですね人によってすごい嬉しいと思うんですけども 3.5mm のイヤホンジャックもついてると。で、最後ですね後方には iPad から画面出力するための HDMI ポートアウトと、iPad 自体をですね充電する USB Type-C ポートが設けられています。こちらですねパワーデリバリーが可能で、最大で 60W まで、対応しているとのことです。普通にいいでしょう。この時点でむっちゃ欲しくなりません？使用方法もですねめちゃシンプルで、付属のですね USB Type-C1 本、これをですね、母管ケーブルとして iPad と本体につなげるだけ。もうこんだけ、こんだけです。この作業を行うだけでスタンドの側面部についている、端子類が全部使えるということになってるんですよ。超絶楽ちんっすよ。で、実際僕が作業する際に、まあ、よく使うフォーメーションにセッティングしていきましょうか。まずですね iPad Air 4をスタンドに乗せ、母管の USB-C ケーブルを使って接続すると、特にですねこのスタンド自体にインジケーターはないんですけど、iPad 上では認識表示がちゃんと出てきますと。はい、出てきましたね。で、カメラでね撮影した素材をよく抜き出すので SD カードをスロットに入れると、こっちも、認識しましたね。はい、そしてですねタッチ操作に加えてキーボードもあると資料作成であったり、あと動画編集作業がですねサクサク進むので USB Type-A にこいつを接続すると、はい、 OK ですね。で、有線イヤホンはですね、まあいつも言ってるんですけどこれ譲れないんで Apple の EarPods をここに挿すと、あと映像チェックのためにディスプレイ出力したいので HDMI ケーブルもやっていきます。そして最後充電ですね。ラウパワー 90W からもう引っ張ってきたものを差し込むと完成になりますと。充電も OK やということですね。はい、まあ当たり前なんですけどね、まあこんな感じで、全部ねちゃんと反応した状態で使えるということになっています。そしてですねこれスタンドとしての機能もめちゃめちゃ優秀で、まずですね iPad を載せる部分と裏面にですね滑り止めがしっかりついているのでずれ落ちることがないよと。
まあ、こういうですね配慮っていうのは非常に嬉しいですよね。あとヒンジがですねこのように2箇所あるんですけど、可動域はそれぞれ最大でこのように180度ですので、狙いたい位置そして見やすい位置に確実に合わせ込むことができると。結構ヒンジって安物スタンド買ったら分かると思うんですけど、まあまあゆるゆるなやつがあるんですよ。こいつはねかなりね締め付けられてるんで、勝手に自由で動くこともないということになってます。そしてこのスタンドの最大の特徴はですね、この可動域を活かしてめちゃくちゃですね細かくまとめることができるんですよ。このようにですね厚みが約60ミリまで圧縮することができるので、携帯性が高くバッグやガジェットポーチにも難なく入れることができます。もちろんですね出先で組み上げることで iPad がお外でも最高の仕事をしてくれるということで、めちゃくちゃ万能なんですよ。僕はですねこれまで以前の動画でもご紹介したんですけども、このような、拡張ハブ直接 iPad に取り付けるタイプで、iPad 周りを強化してきたわけなんですけど、まあ、こいつはこいつで使いやすかったんですけども、このタイプって大きく2つの欠点があるんですよ。例えばですねこのように iPad 本体にですねボディーケースをつけていた場合っていうのは端子が刺さらなくなってしまうので、まあ、途端にねこうなんていうんですかガラクタというかね使い物にならないわけですよ。で無理やりですねつけようとするとハサミやカッターでですね専用のクリアランスを設ける必要があると。あとね延長ケーブル使ってもいいんですけども、非常にですねバランスが悪くて端子部に異常なね負荷がかかりそうで、まあこういうのってトラブルの元なんですよね。あとそもそもかっこよくないですよね。で2つ目なんですけど、拡張ハブの場合っていうのは、まあ、このようにですね端子類を多く挿して使っていくわけなんですけど、まあ、どれか1本でも抜こうとするならば拡張ハブごとごそっと抜けてしまってデータ類が消えてしまうという恐れがあったんですね。まあ、それに対してこいつは iPad の接続について、別ケーブルで取ってるんでそんな心配は全くないと。ですのでこの製品は拡張性はさながら、まあ、これまで使ってきた、まあ、いわゆる一般的なハブのこう欠点を全部払拭してくれた、まあ、素晴らしいスタンドであると言えるんじゃないかなと思います。で使ってみてこれちょっと便利やなと思ったことが、まあ、同じようにね2つあって、1つ目はですね iPad を持ち出すときっていうのはこの母管のケーブルをそのまま抜く、そしてまた使うときは挿す、これだけで元のテーブルトップワークに瞬時に戻れるんですね。スタンドに iPad を戻す、そしてケーブルを挿す、これだけで、まあ、端子類のめんどくさい抜き差しが全部カットできるんですよ。で2つ目なんですけども、これ iPad をですね使ってない時っていうのはこのスタンド実はですねこの iMac のドッキングステーションとしても使うことができるんですよ。 iMac ってこう背面にですねポート類があって、もともと非常にですね端子周りの取り扱い性っていうかめちゃくちゃ悪いんですけど、それをこのスタンドで補ってやると。本体のですね iPad とこのスタンドをつなぐ部分の USB Type-C ケーブルを、まあ、そのまま iMac に挿すことで手元で SD カードであったり物理キーボード、あと有線イヤホンなんかが、まあ、容易にですね扱うことができます。で唯一のですね欠点も一つだけあって、やっぱりこれ iPad をスタンドに載せてるので、まあ、この状態でケーブル抜き差しっていうのは少しやりづらいかなと。どうしてもね iPad が少し邪魔になるんで、こう鏡ながらのアプローチになってしまうというのはあります。そこはですね若干気になるんですけども、まあ、それ以外、まあ、総合的に見ると非常に使いやすいスタンドになっていると。めちゃいいですよこれ。スタンドとしてもそうですし、拡張ハブとしてもそうなんですけど、それぞれですね独立系と考えても製品設計としては非常にレベルが高いと感じましたね。スタンドはですね止めたいとこで止められる、端子類も刺せば認識する、まあ、さすがここは日本メーカーのクオリティだなというふうに思いました。はい、というわけでいろいろ喋ってきたわけなんですけども、どうですかね皆さん、めちゃくちゃ良くないですか。僕もですね結構周りから言われたりするんですけど、まあ、なんか家の中でやるんやったらね Mac がいいとか、もうたかが iPad だろうとか、まあいろいろ言われるんですけども、そんなん全然関係ない。これ見てください、これ完璧でしょ。もう超ストロングウルトラスペシャル iPad の完成ですよ。本当皆さんぜひちゃんと見習ってくださいね。現在ですね Amazon で価格が8900円ぐらいなので、まあ、スタンドと拡張ハブを買ったと思えばむしろ安上がりですよね。僕がですねこれまで使ってきたのが、先ほど紹介した、ハイパードライバーの拡張ハブとサテチのスタンドなんですけど、まあ、合計でね 15,000 円ぐらい使っちゃってるので、もう最初からこっち行けばよかったと強く、まあ、思うわけですよ。今後ですね iPad の需要がどんどん増えていって、まあ新たなねアクセサリー類そしてアイテム類っていうのは出てくると思うんですけど、まあ、自分のですね目的にぴったりな製品を見つけてですねより良い作業環境というのを構築していきたいなと思います。まあ、今回に関しては三和ダイレクトさんに感謝してますよということでこの動画を締めくくります。一応概要欄にリンク貼ってますんで、そこから速ポチしてもらって、新たな iPad ライフを楽しんでもらえたらなと思います。
あ、ちなみにですね、iPad 以外のタブレットでも使用することできますんで、ぜひ幅広くいろんな方に使ってもらいたいなと思います。今回はこの辺で終わりたいと思います。ポントでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。